就活生、ケイちゃんと学ぶ、日経新聞。東京パラリンピックの英雄である、フランチェスコ・ベッテラさんは、2024年、スイスサイバスロンにおいて、サイバー、義肢とブレインマシンインターフェース BMI 技術の進歩を利用し、人間と機械の融合を追求している。このイベントでは、参加者はサイバー義肢を活用し、多様なタスクで競争する。ベッテラさんは、首から下の機能は制限されているが、頭蓋骨センサーを通じてアバターを操り、障害物競争で、勝利を収めている。近年、BMI 技術は、脳科学とコンピューターの協力により、急速に発展しており、これにより、脳卒中患者は、18年ぶりに声を取り戻すなど、革新的な治療法が開発されている。この技術の進展は企業間での新たな競争を生み出し、人間の意識へ直接情報を送る可能性を秘めている。これらの革新的な技術は人間の身体能力を飛躍的に向上させ、技術による体の拡張がますます重要となっている。サイバー技師や BMI により障害の補完や新たな能力の引き出しは現実のものとなり、遠隔操作やテレパシーのような能力の実現も視野に入っている。ウクライナ軍はクリミア半島奪還を目指し反転攻勢を展開。この地域は2014年にロシアに一方的に併合され、ウクライナの動向が国際的緊張を増している。ロシア黒海艦隊の司令部への攻撃の成功とザポロジエ州での前進はロシアの防衛線突破を意味し、両国間の緊張が一段と高まっている。この攻撃には英国とフランスから供与されたストームシャドウ巡航ミサイルが使用され、ロシアの防空システムの脆弱性が露呈した可能性がある。ウクライナのベレシチュク副首相はクリミア半島住民に解放を待つよう呼びかけ、南部ザポロジエ州では反攻作戦が進行中である。ゼレンスキー大統領はアイルランドでの会談で非合法武装集団の問題について議論し、アフリカ首脳らの理解を得ようとしている。ウクライナとロシアの緊張関係は地域の安全保障環境に影響を与えうるため、国際社会は紛争の進展を密に注視している。ウクライナの動きはクリミア半島の未来に影響を与え、国際社会の対応が必要となっている。これらの状況はクリミア半島に関する国際的な対話を喫緊の課題とし、解決への一層の努力が求められている。経済産業省はマレーシアと共に国内の CO2 排出源から二酸化炭素 CO2 を回収し、地下に封じ込める CCS プロジェクトに関して協議を始動。このプロジェクトは2028年の実施を目指し、ペトロナスとの間で覚書が結ばれる見通しだ。 CO2 は液化し、輸送燃料としては水素やアンモニアが利用される。西村康稔経産省は国際会議に合わせてペトロナス幹部と会談。これにより新たな脱炭素のスタンダード構築と国際社会全体の環境負荷軽減が期待される。経産省とジョグメックの協力により効果的かつ実践的な CCS 事業が推進され、地球温暖化抑制に具体的なアクションが期待される。この協力プロジェクトの成功は日本の技術とイノベーションが環境保護と持続可能な発展に寄与し、国際協力関係が深まる。これらの努力は最終的に持続可能な未来と環境保全につながり、新しい脱炭素社会の実現に向けて重要な一歩となる。このプロジェクトは脱炭素と安定した電力供給の両立を目指すもので、世界中の環境保護と持続可能性の向上に寄与する見込みである。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録待ってます。今日も元気にいってらっしゃい。